2019年、茨城県上栖市で2課月間行方不明となっていた女子大生が冷たくなって発見されました。ネット上で知り合い、初めて顔を合わせた日に起きてしまったやりきれない事件について追っていきます事件は2019年1月31日、茨城県上栖市の空き地の土の中から女子大学生が変わり果てた姿で発見されたことで明らかとなりました。 発見されたのは東京都葛飾区に住む当時18歳で日本薬科大学1年の菊地夏美さんでした菊地さんが約2ヶ月前の2018年11月から行方不明となっていました行方不明となっていた菊地さんの捜査をしていた警察は2019年1月24日に菊地さんが行方不明となる前に連絡を取っていた男の自宅を捜索し 任意の事情聴取で男が菊池さんを手にかけたことを認めたのですそしてその後菊池さんが空き地から発見されその当日中に男が逮捕されました逮捕されたのが茨城県神栖市に住む土木作業員で当時35歳の広瀬浩一という男でした茨城県に住む土木作業員の広瀬は なぜ都内に住む17歳の女子大生の菊池さんと連絡を取り、命を奪うに至ったのでしょうか。広瀬は1984年2月、茨城県土浦市で生まれ、あれ弟、妹がいる長男として生まれ育ちました。早くに父を亡くし、県内の牛久市に引っ越した時には、母と祖母を含めた6人で生活をしていたそうです。 小学生の頃の広瀬内卒業文集20年後が、ロケットを作っているとの内容を書くほど宇宙に興味を示し、宇宙開発関連の仕事に就くことを夢見ていました。ただ、広瀬は小学校時代から不登校で、家庭内で暴れ回ることが多く見られていたそうです。広瀬の怒鳴り声や窓ガラスの割れるような音が聞こえることもあったようで、その凄まじさが想像できます。 不登校などが中学校でも変わらず、周囲からはネクラで無口という印象を持たれていたためか、友達もほとんどいなかったといいます。見かねた染めお金をあげるから学校に行きなさいと広瀬の投稿を促しましたが、お金をもらえる日しか同行しなくなっていったそうです。そんな不登校の広瀬が熱中していたのがゲームでした。その影響なのか、中学時代の文集に綴られた夢は、 宇宙開発関連の仕事としていた小学校時代とは異なり傭兵となっていたそうですさらには欲しいものとしてドリームキャストマシンガン日本と彼女などを挙げておりゲームの世界に没頭していた様子がうかがえます余談ですがこの不登校でゲームオタクとなっていた広瀬の中学時代の同級生には神奈川真弘がいたといいます神奈川は2008年に屈聖者2名 重傷者7名を出した通り魔事件であり土浦連続殺傷事件を引き起こした人物です死刑になりたかったという神奈川のわがままとしか言いようがない時に世間は衝撃が走りましたこの神奈川と不登校だった広瀬道人は同じ中学校の同級生ということ以外特別な接点はなかったようですね2人はは後に理由は違えど 人の命を奪ううという共通点を持ってしまうのです1999年に中学校を卒業した広瀬は進学はせずにスーパーの総菜調理や塗装工などの仕事について生計を立てていました一つの職を長く続けることができず採用されてしばらくすると辞めるということを繰り返していたようです母子家庭でもあった広瀬の実家は生活保護を受けていたようで 実家に頼ることができず広瀬は職を転々としししながらととか生活を維持していました転々とする仕事をしながら金銭にも余裕がない生活でしたが安い銘柄のタバコを吸いプライベートで女性が楽しみにしていたのもやはりゲームでした中学時代から好きだったゲームは変わらず好きでい続けていてスマホゲームにもハマり近所を歩きながら 片手スマホで遊ぶ姿も見られています周囲からはキモ持たと囁かれていた広瀬ですね。そんなことに気づくことなく、ゲームだけでなく SNS にも、広瀬は夢中になっていきました。それからは、SNS を通じて知り合った若い女性たちとお金を払って、かりそめの交際をしていたそうです。しかも、その行為はエスカレートしていき、2017年4月には、 成人に至っていない女性にも手を出していますここでもやはり SNS で知り合った女子高生に対して広瀬が現金を渡す約束をした上でだらな行為に及んだのですこの件で要請は茨城県警に自動売春自動ポルの禁止法違反の容疑で逮捕されることになり6月には水戸地裁で罰金後10万円の有罪判決を受けました判決後には 牛久市の農業法人に勤めることになりましたが採用時には自ら前科のあることを打ち明けていたようですこの時の採用面接時に家族が生活保護を受け病気で金に困っていると聞き迫る勢いで述べていたといいますそんな背景があった中で広瀬から採用をしてもらうことができましたが約1ヶ月がたつ頃には音信不通となってしまったそうです前科がある中で 職につけたのが幸運であったと捉えるべきはずでありさらに金が必要と言っていたはずなのに不可解としか思えない行動でありました翌年の2018年夏頃からは広瀬は牛久市の実家を出て上須市のアパートで一人暮らしを始めています近所の住民によると広瀬は近づきがたい雰囲気で人に心を開くタイプではないと話がされていました 周囲の人と交流を持った友人を作るといったことが以前と変わらずなかったようですそんな広瀬でしたがこの頃の仕事の方は鹿島市の土木会社に勤務し塗装作業などで生計が立つようになっていたようです勤務態度は真面目で無断欠勤などもなかったといいますただ金には困っていたようで給料日前1万円を全借することが複数回あったようです そして一度逮捕されたにもかかわらず私でも SNS などを通じて金銭を払っての交際をしたり昔から好きであるゲームが続けていたようです広瀬はオンラインゲームに熱中し掲示板でユーザー同士が交流できる場である一人の女性とであるのですその女性が後に被害者となる女子大生の菊池夏美さんでした栃木県出身の彼女が2018年 日本薬科大学の入学を機に東京都葛飾区で一人暮らしを始めていた女性でした母子家庭で育ち母親と同じく医療関係の仕事について親孝行がしたいとの思いからの進学先であったようですそして菊池さんもゲームを趣味としていて以前からオンラインゲームを通じて知り合った人物とネット上でやり取りしていたことがあったようですそんな中で 広瀬と菊池さんがオンラインゲームをきっかけにやりとりをするようになり、2018年11月実際に会う約束をすることとなったのです。ただこの時広瀬は当時35歳で菊池さんが当時18歳の学生という立場でありました。さらには広瀬が茨城県上野市在住なのに対して菊池さんが東京と葛飾区に住んでいたため軽い気持ちで会いに行ける距離ではありません。 片道で2時間半ほどの距離で、交通費も3000円ほどかかります。しかし、広瀬は菊池さんに会えば金を払うとの話を持ちかけ、この話を受けた菊池さんが、その提示された金額、魅力を感じたのか誘いに乗ってしまったのです。その金額が十数万円だったと思う。あるいは30万円だったとも言われていますが。 時間と交通費をかけて会いに行ってもいいと思える金額だったのだと推察されます。そして、2人が会う約束をした2018年11月20日、菊池さんの姿が大学にありました。普段通りに講義を受け、講義終了後には電車に乗って移動し、15時頃には足立区のは安江切りました。 そこから茨城県の鹿島神宮駅に到着したのが17時36分のことでした駅に到着した菊池さんが駅前からタクシーに乗車し運転手にはとりあえず神栖方面にお願いしますと告げました菊池さん18時ごろ鹿島神宮駅から約7キロ離れたコンビニの駐車場でタクシーを降りていますしばらくすると菊池さんの元に車に乗った広瀬が現れ 二人が合流して、広瀬の自宅へと向かったのです。この自宅へ飛び交うとき、広瀬は菊池さんに目隠しをさせています。これは菊池さんに広瀬の自宅の正確な位置を知られないようにするためでした。こうした行動からの広瀬がよからぬことを考えていた可能性が考えられます。目隠しをされながらも自宅にたどり着いた菊池さんは、広瀬の自宅へと入り、 そこで約束通り2人は2時間ほど同じ時間を共有しましたこの2人で過ごす約束を果たした後にはまだ広瀬は事前に約束していた金を菊池さんには支払っていませんその後広瀬菊池さんの駅まで送るため再び車に乗せ移動していきましたしかし広瀬はなんとその道中の畑で菊池さんを降ろして走り去っていってしまったのです この時の広瀬は給料を全んしているような状況で最初から菊池さんに金を払う気などなかったのでしょうそれでも若い女性と過ごしたいとの気持ちを優先して菊池さんを呼び寄せていたのではないかと考えられますそして事前に約束した金額がもらえると思っていた菊池さんがその金を手にすることなくすでに日も落ちたぐらい土地勘のない場所に置き去りにされてしまいました ただ、ここから菊池さんが自分の家に戻ったり、警察に被害届を提出しに行くことなどはせず、記憶を頼りに広瀬の自宅に向かおうとするのです。広瀬と菊池さんの間で取り交わされていたのが、いわゆるパパ活と呼ばれるものです。約束の対価が欲しかったとも考えられますが、人には言えないようなやり取りの後ろめたさから。 警察や家族など身近な人に助けを求めにくかったのかもしれませんまた会えば金がもらえると思っていた菊地さんは片道の交通費しか持たずに生きていたようですそのため東京の自宅に帰ることもできず広瀬の自宅を目指したと考えられます菊地さん二十時頃近隣住民広瀬と金銭トラブルになっているなどと説明して自宅を教えてほしいと頼んでいました その際に目隠しされて連れてこられた東京から来たけれどお金がなくて帰れないとも話していたといいますこうして自分の記憶と近隣住民の情報から菊池さんが広瀬の家へとたどり着き玄関ドアを叩いて広瀬を呼び出しました出てきた広瀬に対して菊池さん約束の金の支払いを要求しますが広瀬に大金を支払う余裕はありません その事実を知った菊池さんが激怒し、スマートフォンを取り出して、広瀬の写真を撮影し、SNS で拡散すると言って、さらに増しました。この言葉を聞いた広瀬は、菊池さんの鼻や口を手で塞ぎ、窒息によって命を奪ったのです。犯行後、広瀬は証拠隠滅を目論んで動かなくなった菊池さんを神栖市の空き地となっている場所まで運びました。 この空き地にあった棒で地面の土をついて柔らかくしてから板を使って掘り始めその掘った穴の中に菊池さんの放り込んだのです上から土をかぶせて埋められてしまった菊池さんそれから約2か月後に発見されるまで土の中に放置され続けることになってしまいましたまた犯行のあった11月20日の23時ごろこの空き地付近で菊池さんの携帯電話の位置情報が途絶えていたそうです さらにはこの日菊池さん知人に LINE で男の人にやりたいと言われているとのメッセージを送っていましたしかし23時以降知人からのメッセージは既読にはならなかったといいますつまり23時頃には菊池さんがすでに広瀬とのトラブルから事件が起きていて携帯電話の電波が遮断されている状況にあったと考えられますそして菊池さんの命を奪った広瀬が翌日以降 何食わぬ顔で仕事に出勤をしていいいたといます一方で11月20日には菊池さんと連絡が取れないことで家族や葛飾区の菊池さんの自宅を訪ねる者の,の姿がなく行方不明になったことが明らかとなりましたそして警察に相談がされるもののすぐには発見には至らず2か月近くが経過した二千十九年一月十四日に一斉に事件が報じられました 発見さされるきっっっかけけとなたたたののがが菊池さんが行方不明時に身に身ていたピンクのコートだったようですこのコートは菊池さんが発見された現場付近に落ちていって行方不明となった翌日近隣住民が見つけて落とし物として警察に届けていましたそしてこの事件が報じられたことで強盗を見つけた住民が事件との関連性を疑って警察に相談をしたことで 菊池さん発見に結びついたのです逮捕起訴された広瀬は2020年10月3日の裁判員裁判の初公判で殺意はなかったとして起訴内容を一部否認しました同時に弁護人も障害致死罪にとどまると主張しましたしかし10月19日の判決では殺意が認定され広瀬懲役14年が言い渡されることとなりました 大きな体格差がある広瀬が菊池さんの鼻と口を5分から6分間、両手で完全に塞いだと認定しての判決でした。菊池さん、医療の道に進み、親に不自由のない暮らしをさせてあげたいと願い、勉学に励んで大学生活を過ごしていました。そんな彼女と自身の欲求を満たすことが目的の広瀬とのやり取りが発端となってしまった。この事件、インターネット上での出会いは？ 便利でで気軽に始められれるる優れた手段の一つではあるかもしれませんしかしインターネット工場であることをいいことに本質を隠して悪だくみをする人物が紛れていることもゼロとは言い切れません特に金銭が絡むのであればインターネット上であるかないかにかかわらず空間での時間の共有は非常に危険であると言えるでしょう今回の事件では 菊池さんに全く火がなかったかと言われれば否定はできないかもしれませんがそれでも嘘を前提に菊池さんを呼び出した広瀬の行いは決して許されるものではありません最近時に判断を狂わせることもありますが落ち着いてその時の状況を冷静に見極め適切な判断をすることが大事ではないかと思わされる事件の一つとなっています菊地夏美さんのご冥福をお祈りいたします